第二次世界大戦太平洋戦争ソロモン諸島の戦いグリーン諸島の戦いグリーン諸島の戦いは太平洋戦争での当初をめぐる戦闘の一つであり1944年1月から2月にかけて部下島の北西方の海域に位置するグリーン諸島でニュージーランド軍及びアメリカ軍と日本軍守備隊が戦い日本軍守備隊の玉砕によって戦闘が終わった 一連のソロモン諸島の戦いにおいて事実上最後の戦いに位置づけられ、グリーン諸島を確保した連合軍側は航空基地を前進させ、ラバウルとカビエンに対する包囲網をさらに狭めることとなった。1943年11月からのブーゲンビル島の戦いにおいて、太郎沖チックを確保し、飛行場を建設したアメリカ軍はソロモン方面航空部隊を進出させ、 ラバウルをその傘の下に置いた。その数、頻度は凄まじく、1日1回以上の出撃を行い、1週間あたりの平均のべ出撃機数は1000機を超えるに至った。しかし、結論から言えば、戦闘機をラバウルを含めたビスマルク諸島全域を覆う傘に入れるには、少しばかり距離があった。よって、戦闘機がビスマルク諸島で十分な活動を行えるような、 拠点を確保する必要が出てきた。その地点として選ばれたのが、ラバウルの東方及びブーゲンビル島とブカ島の北西方の海域に位置するグリーン諸島であった。グリーン諸島攻略計画の書出ははっきりしないが、1944年1月3日に開かれたサンフランシスコでの合衆国艦隊司令長官権海軍作戦部長、アーネスト・キング海軍大将と太平洋。 艦隊司令長官チェスターに3つ海軍大将、及び第3艦隊司令長官、ウィリアム・ハルゼー海軍大将の会談において、ハルゼーがグリーン諸島の確保を提案している。ハルゼーはさらにエミラルティ諸島を伺う,うダグラス・マッカーサー、陸軍大将の南西太平洋軍と連携して、ラバウルとカビエンを締め上げ、 連続爆撃で無力化することができると睨んでいた。ハルゼーの提案は、ワシントン DC とシンジワンでの陸海軍の会合に回されたが、マッカーサーの代理である南西太平洋軍参謀長、リチャード・サザランド陸軍少将は、グリーン諸島の確保には賛成したものの、エミラウ島の確保には反対した。会合自体は、その後、マッカーサーの意を呈したサザランドが主要進行路に、 ついて、何かと引っかき回して、会合内容を知ったキングが激怒するという展開になるが、グリーン諸島攻略作戦そのものは2月15日に作戦を開始するということで承認された。グリーン諸島に関する日本側の状況についても資料が十分とは言えないが、1944年1月の時点では、日本海軍の見張り員12名と日本陸軍守備隊、 約80名がいた。在ラバウルの第8方面軍では、連合軍がグリーン諸島を確保すれば飛行場を建設して、ラバウルとカビ園に脅威を与えてくるであろうことは予想していた、ものの特に対策は打たなかった。日本側では、グリーン諸島をラバウルと、昔ままの小型船の中継地として活用したのみで、あった。本格的な上陸作戦に先立って、連合軍側は、 威力偵察を行うこととなった。3隻の高速輸送艦、ウォーターズ・タルボット及びリカーソンが用意され、アメリカ軍とニュージーランド軍からの4個中隊からなる部隊が編成された。また、武蔵島出身者でグリーン諸島の事情に明るいものから状況を聞き出すなど、事前の情報収集にも余念がなかった。1月30日、駆逐艦や魚雷艇に護衛された3隻の 高速輸送艦はベララベラ島の白地を出撃し、翌31日朝にグリーン諸島に到達する。艦渉内に入った偵察部隊は日産島に上陸し、共闘砲を築く。その様子を見ていた日本海軍の見張り員は、敵上陸する急令々と報じた後、非戦闘員は暗号書を焼いて隣接する笛二島に避難する。残存部隊は、 上陸部隊との間に小規模ながら戦闘を交え上陸部隊からアメリカ軍3名、ニュージーランド軍1名の計4名の戦死者と5名の負傷者が出た。報告を受けた南東方面艦隊は航空機を繰り出して偵察を行い巡洋艦3隻を発見して航空攻撃を行わせるとともに逆上陸の準備に取り掛からせた。命令を受け ラバウルに進出していた第二航空戦隊の冷戦8機が出撃して、艦渉内の上陸部隊を攻撃し、魚雷艇3隻撃沈波を放じた。一方、不意打ちを食らった上陸部隊は高速輸送艦に戻り、日本側の航空機の出現もあって31日の夜にグリーン諸島から離れ、ベラロベラ島に帰島した。 この基礎において、支援の駆逐艦が、武歌島近海で、以後第171潜水艦を探知して攻撃し、撃沈している。翌2月1日、第2航空戦隊の冷戦18機、艦上爆撃機3機、偵察機が出撃して、グリーン諸島に向かったが、敵影は見えなかった。同じ2月1日、第8根拠地帯から抽出された。 和田急間隊員が指揮する逆上陸部隊123名が、囲碁第169潜水艦と囲碁第185潜水艦に分乗して、グリーン諸島に向かい、2月3日未明に、グリーン諸島機に到着して77名が上陸。77名の内訳は、第86警備隊から26名、高砂義勇隊から51名であった。残り46名は、 後天で上陸できず、ラバウルに戻った。逆上陸部隊は敵部隊の撤退を確認して見張り員も復帰し、グリーン諸島全体の日本軍の数は102名となった。1月31日の戦闘における日本側の死傷者数は不明である。なお、日本海軍潜水艦による敵に近接した当初への陸戦隊輸送は実現したものに限れば、 このグリーン諸島へのものが最初で最後であった。連合軍は思わぬ反撃を食らったとはいえ、グリーン諸島攻略に必要な人員と資材の見積もりができたので、本格的な上陸作戦の準備に移ることとなった。上陸部隊の主力は、ニュージーランド軍のハロルド・エリック・バラクロー、陸軍少将を率いるニュージーランド第三師団であり、ニュージーランド第三師団から4,242名。 アメリカ軍から1,564名の計5,806名で構成されていた。上陸部隊輸送は、セオドアイス・ウィルキンソン海軍少将の指揮する第3両用船部隊が担当し、間接支援として、ウォルデン・エル・エインズワース海軍少将の第38任務部隊と、アーロン・エスメルル海軍少将の第39任務部隊の巡洋艦特築艦が張り付いた。 この二つの任務部隊は日本軍がラバウルやブーゲンビル島、トラック諸島からグリーン諸島攻略阻止の部隊を繰り出したならばこれを迎撃する任務を担当していた攻略部隊は2月13日にガダルカナル島を出撃しグリーン諸島を目指したグリーン諸島をめぐる本格的な戦闘は上陸予定日前日の2月14日から行われたこの日 日本側の偵察機が攻略部隊を発見した。この報告を受けてトラックからラバウルに進出してきたばかりの第2航空戦隊の艦上爆撃機18機のうち6機が14日15時40分にラバウルを発進し約1時間後の16時45分に第38任務部隊を発見して爆撃したが2機が帰らなかった。この爆撃で 軽巡洋艦セントルイスが損傷し、25名が戦死して18名が負傷する被害を受けた。同じく軽巡洋艦ホノルルも資金弾を受けたが、被害はわずかであった。日本側は夜に入って、魚雷装備の艦上攻撃記録機、爆弾装備の陸上攻撃機5機及び艦上攻撃機1機を発進させて追い打ちをかけたが、円幕と夜間戦闘機によって、 攻撃は阻止された。2月15日早朝、第3両用船部隊は日産島に到着し、上陸を開始する。これに対し日本側ミハリンは4時45分に敵、権威と打電し、10時35分には敵上陸完了整理、兵力2000以上と打電した。航空攻撃も前日14日同様に行われ、艦上爆撃機6機がラバウルを発進して、 攻撃したが、半数の3機が密機関であった。この攻撃で、戦車用陸艦 LST-486 が5車で損傷した。この後、航空攻撃は2度機とされたが、2月15日夜の攻撃は天候不良で戦火定かならず、翌16日の攻撃も天候不良で出撃取りやめとなった。いずれの航空攻撃も戦火自体は、 ビビたるものだったが、昼夜は勝たぬ、航空攻撃に、攻撃側は戦闘配置が解けず、兵員の睡眠も不足気味となった。作戦に参加していた、アメリカの軽巡洋艦、モントピリアの乗組員であったジェームズ・ジェフ・ェイーは2月15日の日記の中で、3日間で2、3時間しか寝てないと記している。日本側は、航空攻撃を続けるため、 トラックに待機中の環状攻撃機9機をさらに送り込むことに決めたが2月17日のトラック島空襲によって進出は不可能となってしまった。陸上戦闘に目を転じれば連合軍5806名と日本軍102名58対1の人数比率ではあったが簡単に攻略したわけではなかった。それでも飛行場建設を進めながら 日本軍守備隊を相当していった模様で、ミハリンは2月17日朝に、ヤシリン一体に簡単なく爆破作業を行、しつつあり、我が画方に対し迫撃砲の攻撃頻繁なりと打電している。2月18日には、上陸部隊は、日産島の北端に達して、日本軍守備隊がいないことを確認する。日本軍守備隊が行した干物や米などの食料も、押収し、 五国先住民に配給された。残る日本軍守備隊は、干渉南端のトラハテュープ地区の崖に潜んでいるものと判断され、2月19日にこの崖の捜索が行われた。この2月19日5時、日本軍守備隊から、我が敵陣に突入す連絡を絶つとの打電があり、以降消息が途絶えた。2月19日午後の総統では、日本兵4名を射殺し、 干渉生誕のポロニアン地区からの部隊と合流して、相当を継続した。2月20日以降、上陸部隊は、物陰という物陰、珊瑚礁木の上などをくまなく探しては、日本兵を相当し続け、間もなく日本兵の一層を確認した。上陸部隊は1月31日のものと合わせて、アメリカ兵3名、ニュージーランド兵10名が戦死し、アメリカ兵3名と、 ニュージーランド兵21名が負傷した。日本側は、話題化のグリーン諸島守備隊102名、内視120名全員が戦死し、2月24日に第8根拠地帯より全員玉砕接種者と任務と報告された。戦闘終結は2月27日と記録されている。連合軍は、グリーン諸島を確保すると、直ちに飛行場建設を開始して3月4日には、 完成した。海兵隊航空部隊が進出し、太郎キナからはおよそ120回りも前進した。この飛行場の完成によって、ラバウルのみならずカビエンもまた、戦闘機の行動圏内に入ることとなった。魚雷定基地も進出し、その行動圏内は、ラバウル、ニューアイルランド島及び武賀島間に至った。一連のソロモン諸島の戦いは、このグリーン諸島の占領をもって、 事実上完結したという見方があり、実際にフェイリーが作戦が未だ終わっていなかった2月17日の日記に早くもソロモン作戦は完了したと記している。実際のピリオドをどこに置くかはさておいても、以降のソロモン方面の戦いは、ブーゲンウィル島を除いて戦火はおおむね収束の方向に向かうこととなる。連合軍はラバウルより東方のグリーン諸島を攻略し、 ラバウルより西でも2月末から5月まで続くこととなるアドミラルティ諸島の戦いで日本軍を一掃しつつあり、ラバウル包囲の完成にあと一歩のところまで来ることとなったが、最後の1ピースをハルゼーの主張するエミラウ島にするか、マッカーサーのこだわるカビエンにするかについては決着がついていなかった。最終的な決定は3月の 統合参謀本部会議の結論が出るまで待たなければならなかった。戦士 96P479 では百、e、1 8 9戦としているが、同盟の潜水艦は存在しない。作戦当時は軽巡洋艦と駆逐艦の部隊。ありがとうございます。